ジェイソン・シャッケルは、イングランド・スティーブ・ニッジ出身のプロサッカー選手。リンカーンシティ FC 所属。ポジションは DEF。ノリジシティ FC でプレーを始め、2003年4月のダービーカウンティ FC 戦でトップチームデビュー。2003から04シーズン、チームは、ファーストディビジョンを2位でオいプレミアリーグ昇格を達成した。ファーストディビジョン降格後もチームに残り、 2006から07、シーズンにはキャプテンに任命された。しかし、シーズン途中に新監督が就任すると、構想外となり、移籍を志願した。2008年9月、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC に移籍。しかし定位置を確保できず、ニドレンタル移籍した後、バーンズリー FC に放出された。2011年6月、ダービーカウンティ FC に移籍。 2011から12シーズンは全試合に出場し、シーズン終了後のサポーター投票で準 MVP に選ばれた。2012年7月、バーンズリー FC に移籍。移籍後すぐにキャプテンに就任。2013から14シーズン、チームはチャンピオンシップ鬼で追プレミアリーグ昇格を果たした。自身もチャンピオンシップの年間ベストイレブンに選出された。 2015年7月、フルスのダービーカウンティに復帰。2018年8月9日、リンカーンシティ FC に移籍。ありがとうございます。